こんにちは、はるです。今回は100均の材料だけで作るマスクコードステップアップ編です。前回はテグスにビーズを通すだけのシンプルな作り方でしたけれども、こちらのステップアップ編では8の字編みを繰り返して簡単な小花模様を作っていきます。それでは作り方を見ていきましょう。まずは材料です。ラウンドビーズクリア4ミリのものを116個、これはダイソーで購入しました。マルショービーズ1パック、こちらはセリアで購入したものです。テグス3号150センチ、こちらはダイソーで購入したものです。ナスカン 2.3センチ、 2個、こちらはセリアで購入しました。マルカン直径が8ミリ程度のものを2個ご用意ください。こちらも100均で購入することができます。まずテグスが丸まって使いにくい場合は熱湯にくぐらせるなどして癖を取ってから使ってください。最初に金具を取り付ける輪っかを作ります。マルショービーズを8つ通して8つ目に通したマルショービーズの中でテグスを交差させます。これで一番端の輪っかが出来上がりました。次からは模様を編んでいきます。左右のテグスにマルショービーズを2つとラウンド型ビーズを1つずつ通します。そして新たなマルショービーズ1つで交差します。これを1とします。次は左右のテグスにラウンド型ビーズを1つとマルショービーズを2つの順番にそれぞれ通します。そして新たなマルショービーズ1つで交差します。これを2とします。あとはこの1と2を繰り返していくだけです。左右のテグスにマルショービーズ2つとラウンド型ビーズを1つずつ通します。そしてマルショービーズ1つで交差します。これが1番ですね。次は2番なのでラウンド型ビーズ、マルショービーズ2つの順に左右のテグスに通します。そして新たなマルショービーズ1つで交差します。これをだいたい45センチぐらいになるまで繰り返していきます。はい、こちらが編めたところです。この4つの小花柄が29号、今ここではできています。そしてここにも金具を取り付ける輪っかを作ります。で、前回はテーブルや机のところにテープを貼り付けてやる方法をご紹介したんですが、今回はこのようにテープを貼り付けた状態でやってみようと思います。まず片方のテグスにマルショービーズを8個通します。そしてこの状態でこの今テグスが出ている根元のところで結ぶんですけど、ゆっくりやってみてくださいね。
そしてちょっと結び目が変なところにできちゃったら、こんな感じで修正しながらやってみてください。そしてもう一回結びます。ごめんなさい、フレームアウトしちゃった。でギュッと結ぶとビーズが詰まってくれますので、しっかり結んでくださいね。ここはそして先ほど交差したビーズの中に片方のテグスを通します。ここですね。そして左右のテグスをその上にある2つの丸小ビーズとラウンドビーズに通します。左側も同じように丸小ビーズとラウンドビーズに通します。そしてもし余裕があればなんですけれども、この真ん中にあるラウンドビーズの中にも通して、そしてさらにその先のラウンドビーズと丸小ビーズ2つにも通しておくと安心かと思います。でもしここが通らなかった場合は、結び目に接着剤をつけておくといいと思います。ビーズの際でテグスをカットします。これでコードの部分は完成です。次に金具を取り付けていきます。丸カンを開いて輪っかに取り付けます。そしてさらに丸カンにナスカンを通して丸カンを閉じます。反対側にも同じように丸カンを取り付けて、ナスカンを通して丸カンを閉じたら、100均の材料だけで作るマスクコードステップアップ編の完成です。ダイソーのラウンドビーズとセリアの丸小ビーズが割と相性が良くて、とても可愛いマスクコードに仕上がりました。シンプルな編み方ですけど、だいぶ編み応えはありますよね。こちらはスワロフスキーとビーズ屋さんで購入した丸小ビーズで作ったマスクコードです。つけた時にお顔の横に来るところだけスワロフスキーを使っています。そして首にかけるところは丸小ビーズだけで編んでいます。作り方は同じなんですが、素材を変えるとこのようなゴージャスな感じにもなります。スワロがこんなにキラキラしててさすがですね。やっぱり違います。留め具はナスカンではなくカニカンを使用しています。ちょっと根気のいる作品ですが、こんなに綺麗に仕上がるのでぜひ作ってみてください。